リーゼル・ベステルマンは旧西ドイツの陸上競技選手。1968年メキシコシティオリンピックの銀メダリストである。ニーダー・アザク選手、ディープホルツ軍スリンゲン出身。ベステルマンは1960年代を代表する女子円盤投げ選手である。クラブチームのトゥース・スリンゲン、ハノーファー96、バイエル・レバー空前に所属していた。 1963年から1976年の間、西ドイツ選手権を10回制し、1967年には女性初となる60メートル超えの世界新記録を樹立。一度は世界記録を奪われたものの、1968年のメキシコオリンピックの直前には62メートル54と2度目の世界新記録を樹立した。メキシコオリンピックでは、 ルーマニアのリアマノリウに敗れたものの5 7七7 6で銀メダルを獲得。オリンピックの翌年には2度にわたり世界記録を更新した。引退後のベステルマンはノルトライン・ベストファーレン州の高校で体育と社会科教師を務めていた。1990年代になりゾーリンゲンに一時移った後、ニーダーザク選手州の文化省に勤務することとなり、 ハノーファーに移った。また、ベステルマンは、自由民主党の党員となり、1990年代に、ドイツ連邦議会選挙、ノルトベストファーレン州議会選挙に立候補したが、いずれも落選した。ありがとうございます。